ハンターは、イギリス海軍の駆逐艦。HQ。スワンハンター社で建造。1935年3月26日寄港。1936年2月25日浸水。同年9月20日収益。最初は、同警官と共に地中海の第二駆逐軍に所属した。スペイン内戦中の1937年5月13日。 地中海沿岸で紹介中のハンターは浮遊していた、嫌いに食雷した。爆発による亀裂は両原に及び、船体は切断寸前となった。損傷と浸水で自力航行が不可能となったハンターは、巡洋艦アリシューザに栄光されて、ジブラルタルへ入港し、応急処置後にマルタへ向かい修理工事を施された。1940年の初めには、第二陸地区軍は、 イギリス本国に呼び戻された。4月、ドイツ軍は、ベーザー演習作戦を発動し、なるべくにも、駆逐艦から、ドイツ軍が上陸した。そして、ハンターなどは、オフォトフィオルドの封鎖に向かった。1940年4月10日、ハンターは、第1次、なるびく海戦に参加した。イギリスの駆逐艦は、なるべく港内にいたドイツ駆逐艦アントン・シュミットと、 ビルヘルムハイドカンプを撃沈したが、撤収中に発生したドイツ駆逐艦、ゲオルクティーレとベルントフォン・アルニムとの交戦で、ハンターも被弾炎上をした。さらに、駆逐艦ホットスパーが、ハンターに衝突し、5時30分に、ハンターは沈没した。2008年3月8日にオフォトフィオルドの海底で、ハンターの船体が発見された。 イタリア潜水艦による雷撃とする見方も、存在する。http://bzell.wlb-stutgtgt.de/.seekrig/.40-04.htmhathttp://www.spiegel.de/.wissenshaft/.menshu/.01518 545,115.00HTML ありがとうございます。